はい、どうもことです、今回はね、ラッドウィンプスの2人ごとの解説をしていきます。チューニングはレギュラーチューニングで、カポを3フレットにつけてます。で、動画内タブ付きで解説をしていくんで、よかったら最後までよろしくお願いします。はい、じゃあ出だしの歌い出しの部分からやっていきます。はい、結構難しいアルペジオなんで、ちょっとゆっくり解説していきます。あ、フレットなしの手で言いますね。フレットの数、はじめが2弦の6フレットと5弦の6フレット、この2つ固定で、ちょっと見えづらいですね。いきます。はい、後でタブ譜出すんで、ちょっと細かい部分だけ解説していきます。ここが3弦の5フレットのハンマリングで1回弾いてイブで叩いてます。で、次同じ、5弦の5フレットハンマリングで開放弾いてから5フレットを押さえてます。で、最後小指で1弦の6フレット足してます。これの繰り返しですね。結構早いんで、テンポ落としてゆっくり、練習してみてください。じゃあゆっくりタブ譜出しながら弾きます。はい、これ2周ですね。はい、じゃあ次途中で入ってくるリードパートいきます。はい、これなんですけど、3弦の、10フレット人差し指でずっと押さえたまま、この上の3つ、これをこんな感じで弾いてます。ここ人差し指のお腹で押さえてます。これの繰り返しです。はい、じゃあその次の、リードやっていきます。はい、ここなんですけど、1弦の、11フレットがこうトリルしてます。ハンマリングしてそのままプリング。小指難しかったら薬指でも大丈夫です。2弦11フレット、3弦10フレット同時です。はい、じゃあその次のコード弾きに入る部分をやっていきます。はい、こんな感じです。ここはね、そのリズムが難しいので裏で止めてます。じゃあタブ譜出しながらゆっくり弾いてみます。じゃあその次のリードパートやっていきます。サビの前ですね。
はい、ここなんですけども、2弦の13フレットと1弦の10フレット。これ1個ずつ弾くんじゃなくて、なるべくこの響きを大事にしたいんで、こう、なるべく押さえたまま、弾いて、ここが3弦の10フレット。これの繰り返しです。じゃあタブー出しながらゆっくり弾きます。はい、じゃあ最後サビやって終わります。多分こんな感じです。ちょっと聞き取りづらいんで、多分合ってると思います。2弦の5フレットと3弦の5フレット固定で、薬指と中指で押さえてます。で、人差し指で、6弦の5フレット、あと全部開放ですね。4弦開放、6弦開放で、最後5弦開放。これの繰り返しです。なるべくアルペジオを弾くときはオルタネイトで、全部こう、まあ全部ダウンでもいけるんですけど、まあ、なるべくオルタネイトの方がリズムキープできるんで、慣れといた方が後々役立つと思います。まあ極端にやると、わかりますか、こうずっと右手はキープして上下を、ワン、ツー、スリー、フォー、でそれをカラピッキングで、わかりやすく言うとこういう感じですね。これ意識してやってみてください。はい、じゃあ今回こんな感じで終わります。結構ね難しいんですけど、まあ弾けたらかっこいいんで、ぜひ頑張ってみてください。はい、よかったら概要欄に僕のブログと、あと SNS のリンク貼ってるんで、よかったら最後覗いていってみてください。最後にチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた。